ではまず、Zoom で参加している方にご案内があります。発表の前に Zoom の操作の練習をしましょう。今回質疑応答で Zoom を使っての、質問などをしていただきます。Zoom の画面の下の参加者アイコンから挙手というボタンがありまして、こちらの方から行っていただいて、挙手ができます。もし可能であるなら皆さん挙手をしていただいてよろしいでしょうか。何人かいただきましたね。ありがとうございます。マロさん、挙手ありがとうございます。他の方もよろしければ挙手お願いいたします。うん、大丈夫そうですかね。はい。ありがとうございます。手を下ろしていただいて大丈夫です。では、操作に慣れるために一回練習なんですけれども、今回トークで扱うこの BLE と呼ばれるものを知っている方、挙手をお願いします。挙手操作お願いします。お、一人いらっしゃいますね。はい。お二人いらっしゃいます。お、結構いらっしゃいますね。なるほど、そうなんですね。ありがとうございます。はい、下げていただいて大丈夫です。はい、トーク中は、この Zoom のチャットに質問や感想など、随随、たくばしばし書いていただいて問題ないですので、はい、よろしくお願いします。はい、次に YouTube を見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは、PyConJP_3、PyConJP_3 です。感想や気づきなどをぜひハッシュタグをつけてツイート、などをお願いいたします。はい、ではこれからサンドフィッシュさんの発表を始めたいと思います。タイトルは BLE でロボット問いを制御しようです。発表時間は質疑応答を含めて30分です。まず発表の前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。サンドフィッシュさん、ビデオをオンにしてから読み上げをお願いいたします。はい。では、私の名前は、サンドフィッシュさんです。発表のタイトルは、BLE でロボット問いを制御しようです。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範に同意します。です。はい、ありがとうございました。少々音声の確認をしておきますのでお待ちください。うん、はい、大丈夫そうですかね。音声特に問題なさそうです。画面共有はすでにされておりますね。はい、では準備は大丈夫でしょうか。はい。はい。それではサンドフィッシュさんを拍手でお迎えください。よろしくお願いします。では、始めてもよろしいですかね。はい、大丈夫です。はい。では、BLE でロボット問いを制御しようというところで、サンドフィッシュさんと申します。よろしくお願いします。では、まず、自己紹介からですね。サンドフィッシュさんと申します。まあ、都内在住のサーバーサイドエンジニアでして、まあ、最近の仕事は、まあ、C シャープが増えている感じでして、まあ、Python は、プライベートで利用しています。で、まあ、J リーグと、あと音楽と、まあ、ウィスキーを好んでまして、まあ、ちょっと今回の発表なんですけど、まあ、結構周りのセッションとか、ちょっとエッセンスのつぶやきとかを見て、ちょっと、割と、皆さんレベルが高いので、ちょっとだいぶ緊張してます。あと、このカンファレンスで、私トークするの初めてなので、まあ、生温かく見守っていただければなと思います。はい。では、本トークの目的ですね。まあ、ちょっといきなりなんですけども、まあ、ちょっと個人的な感想で、まあ、最近、STEAM 教育っていう、まあ、キーワードを見る機会が増えたかな、というふうに感じてます。で、まあ、私が、遠い昔、大学生だった頃、e ラーニング研究室にいたので、まあ、ちょっと、まあ、こう、目にする機会が増えたのかな、と少し感じてます。じゃあ、そもそも STEAM 教育って何っていうところで、まあ、ちょっと、まあ、Wikipedia が引っ張ってきたんですけど、まあ、このように書いてますと。まあ、STEAM 教育っていうのは、まあ、サイエンスと、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティクス、まあ、を統合的に学習する、まあ、STEAM 教育に対して、まあ、アートの分野を、まあ、統合した教育手法ですと。まあ、よく、まあ、言われているので、まあ、まあ、新たな変化に、こう、を、まあ、生み出す人材を育てるために、まあ、こういったような教育が増えてますねっていうのを、まあ、よく言われるケースが多いかなと思っています。でですね、まあ、なんか日本ではなんか未来の学びコンソーシアムっていうのがあるらしくてですね、まあ、実際なんか少しずつコンテンツが増えていまして、まあ、私自身仕事で目にする機会はないんですけども、まあ、ビジュアルプログラミングとか、まあ、ロボットのいくつかの事例が紹介されていました。まあ、近年のプログラミング、必修化に伴う形で増えているのかなというふうに思っています。で、個人的に思っていることなんですが、やはり Python で初学者と学ぶのはとてもいい言語かなというふうに思っています。
で、まあ、最初ハローワールドで出力するのもいいんですけども、やっぱ物が動いた方が、まあ、プログラミングを学ぶ上でも楽しいだろうなというふうに思っています。で、まあ、動かせるコンテンツで API が動かせているものがあったら、ステム教育のコンテンツとして良さそうだなというふうに思ってます。で、今年の3月ぐらいですね、私なんですけども、まあ、まあ、たまたまふと思い出してまして、まあ、そうだ、そうだ、こういうのあんなというふうにふと思いました。でんっていうところで、トイオというものがありまして、まあ、皆さんご存知でしょうか。で、トイオなんですけど、これ株式会社ソニーインタラクティブエンターテインメントさんが提供しているロボットトイでして、これなんかカートリッジを差し込んで、なんか様々な遊びを体験することができますし、なんかビジュアルプログラミングを使うこともできますと。あと技術よりのっとったコードを書けば、まあ、操作することもできますと。で、個人的にトイオいいなと思ったのがですね、まあ、そもそもコーディングなしで遊べて、あと次のステップでビジュアルプログラミングで簡単なことができて、まあ、プログラミングして高度なことができると。まあ、このステップアップしながら体験できるってとてもいいなと思ったので、なんか東洋いいな、なんかこのステム教育の本でいいんじゃないかなって個人的に思いましたと。で、プログラミング言語でも開発できるって書いてあったんで、サイトを見ましたらですね、用意されているラブリラリは JavaScript しかありませんでしたと。で、ちなみに私が初めて東洋っていうのを目にしたのはですね、2、3年ぐらい前のメーカーズフェアっていうところで見まして、トイオのブースで、開発者の皆さん、SDK は何がいいですかっていうので、アンケートしたんですね。で、なんかアンケート票のシールがなんか3つぐらいもらって、まあ、それ全部 Python に投票してみたんですけど、結果ダメでしたと。で、まあ3月ぐらいにトイオいいなと思いながら、4月号にですね、なんかライブラリ JavaScript しかないんかってちょっと私自身思ってたんですけど、まあ、ちょっとやっぱゴールデンウィーク前でちょっと暇だったのと、やっぱりそうですね。昨今の状況で割とその外出もできなかったので、まあ、一つのことが頭の中によぎりますと。いや、待って、技術仕様は公開されていると。で、じゃあ何なら作ってみようかというふうに思いに至ったわけでございます。で、本当の内容ですね。はい、ステイホームで時間を持て余した発表者が、トイオ JS というその公開されているライブラリーを Python に書き換えて学んだことを共有します。で、トイオの制御は、BLE を用いているので、まあ、ライブラリを用いた BLE 制御の仕方を説明します。で、ライブラリを使用して発生した課題について、ちょっと対処した内容を説明します。まあ、ちょっと実は、その先ほど話した内容にちょっと実は続きがあって、そのトイオのブースで私、初期ロットを予約しまして、まあ、Python で操作することをすごく期待して、こう、来たんですね。で、やっぱ結果ダメだったので、まあ、その時にちょっと思いがを、まあ、こう、消化させる意味で今回のトークセッションをしたいなと思っていて、まあ、これが一番のモチベーションでした。はい。で、次、本トークで話さないことですね。で、トイオ自体のことはそこまで詳しく話をしないです。あと、トイオの中の人ではないので、トイオの質問はちょっと答えられませんと。あと、BLE 制御は、ま、一部、Mac 前提ですいません、話をします。Windows React の話はしませんと。まあ、ちょっと手元に Windows マシンがなかったのと、あと、ちょっと Linux とちょっと、はい、心に余裕がなかったので、検証できませんでした。で、まあ、ちょっとそのトークの内容はここまでなんです。目的はこれまでなんですけども、まあ、若干 BLE の概要についても皆さんにちょっと話をしたいなと思ってます。ちょっともう少しだけお付き合いください。はい。そもそも BLE って何ってところで、まあ、ご存知の方も多いかなと思うんですけど、まあ、無線パン技術である Bluetooth の一部で、まあ、バージョン 4.0 から追加になった低消費電力の通信モードですと。で、BLE では、まあ、デバイスとデバイスが通信を行う方法として、まあ、ブロードキャストとコネクションという方法、二つの方法が定義されています。まあ、これはすみません、ウィキペディアからそのまま引っ張ってきた感じではあるんですけど。で、トイオ自体は、コネクションの構成接続します。なので、セントラルとペリフェラルの二つの役割があって、まあ、通信の外なるデバイスをセントラル、まあ、何かしらの情報や機能を提供するのデバイスをペリフェラルというふうに呼んでいます。まあ、こんな感じですね。今回の実装は、トイオのキューブがペリフェラルで、Python の実装しようとしているところがセントラル部になります。ちなみにキューブっていうのは、この写真に写っているのは、私の、今手元にあるキューブだ、トイオなんですけど、この四角いやつをキューブというふうに読みます。で、実際ペリフェラルの制御は、サービスと、サービスに基づくキャラクタリスティックっていうのが定義されているんですけど、まあ、これを使うことで、まあ、情報の取得や制御ができますと。あと、キャラクタリスティックはちょっとすみません、噛みそうなんで、以降は特性で訳して説明します。で、トイオのキューブの、まあ、でどんなのができるのってところでちょっと説明なんですけど、まあ、代表的なところで、まあ、モーションセンサーは6軸の検出システムなんで、まあ、キューブの姿勢とか、
ショート社の検出できたりとか、まあ、ボタンはあのトイオの後ろのお腹の部分にボタンがあるんで、ボタンを押したり、離したりっていうのを検知できます。であと、まあ、モーターがついているので、まあ、走ることができるので、まあ、それらを制御することができますし、まあ、あとは音を鳴らしたり、ライトを光らせたりすることが可能になっています。はい。では、ようやく本題ですね。でここからじゃあ、BLE ライブラリで制御しましょうというような説明をしていきたいと思います。まあ、といつも、最初ちょっと Python 側の話なんですけど、まあ、バイナリーデータを使いましょうと。で、トイオのキューブの操作は、まあ、バイナリーデータを使って行いますと。で、これあの、トイオ JS のコード、JavaScript で書かれているコードを引っ張ってきてるんですけど、まあ、基本的にあの、ペリフェラルであるトイオキューブからの情報を読み書きをしてますと。で、バファリード uint8 かな、あとバファリーライト uint8 という、まあ、それらがまあ実装の箇所がまあ書き込んだ、読み込んだりしてるところなんですけども、あとオフセットが指定されているので、まあ、0番目、1番目、2番目ってところのデータを読み解きをしているような状態になっています。じゃあ、Python でどういったら使うのというと、まあ、基本的にバイツとかバイトアレイをまあ利用して操作をしますと。バイツは不変な、イミュータブルなオブジェクトで、バイトアレイはミュータブルなオブジェクトですよと。で、やはり私、普段は Web アプリ系の開発者ですし、まあ、プライベートでもそういったところの方が多かったので、まあ、初っ端の失敗ですね。普通にバイツに、ノブシフトに書き込みしに行こうとして怒られましたと。まあ、エラーで、はい、この通り、リードライトなバイトライクオブジェクトじゃないといけないよで、バイツは違うよって怒られましたと。まあ、それはそうですね。まあ、インミュータブルなんで、はい。ダメです。書き込みできません。で、バイトライトオブジェクトって何だろうって、知らなかったんですけど、何だろうと思ったらきちんとすいません。Python の用語集に記載されてました。なので、そちらを見ていただければ、あ、こういうことかっていうふうに思います。はい。で、じゃあ実際どういうの実装をもう少し、まあ、JavaScript から Python に置き換えようとしているので、まあ、ソース読んでいくと、まあ、大体まあ、リードユーイントヘイトで、まあ、8ビットの符号なし整数読み込みだろうなとか、まあ、8ビットの符号なしの整数書き込みなんだろうなというふうに思いながらソース読んでいきましたと。で、まあ、読み進めていくと、まあ、int32 とか int16 っていう、まあ、これサイズが増えてるだけだなと思いながらも、まあ、LE って何だと、LE って何っていうふうにちょっと一瞬はてなが思ったんですけど、あ、そういえばっていうふうにちょっとふと思いましたと。はい、個人的に懐かしいやつ、リトルエンディアンですね。はい、すみません、私はやっぱり仕事がなかなかリトルエンディアンとかをこう意識する場面はすごく少なかったんですが、基本情報とかでしか、すみません、見てなかったんですけど、一応トイオのドキュメント見ますと、きちんと説明でも、バイトオーダーはすべてリトルエンディアンですと書いてあったので、間違いなさそうですと。じゃあ、Python でどうやってやるのっていうと、まあ、当然、まあ、ありますねというところで。こんな形ですね。さっきのデータをパックしたらアンパック、その、読み込んだり書き込んだりするところで、きちんとバイトの、オーダーの指定の仕方をします。で、この書式文字列の形で、このカッコと B とか H とか I とかっていうのを指定して、実際読み書きするような感じになっております。こんな感じですね。まあ、これを取りますと、真ん中の方で、いくつかアンパックフロムとかアンパックフロムで、まあ、バイトオーダーごとにちょっと切り替えて、JavaScript で書かれたコードをそれ、まあ、同じような名前でちょっと Python の方でも書いてみました。はい。じゃあ実際BLE の操作を行っていきましょうという形で進めたいと思います。で、セントラル視点での大きな流れなんですけども、基本的には、周囲にいるペリフェラルを探すスキャンと、まあ、見つけたペリフェラルを接続するコネクト、あとペリフェラルのサービスに紐づく特性に対して、データの読み書きをする、まあ、リードとノーティファイとライト。で、リードとライトは、まあ、なんとなくわかりやすいかなと思うんですけど、ノーティファイはあれですね、いわゆるこう、ずっとこう受信し続けるような、なんかその温度計とか、ああいった同じデータをこうずっと受信し続けるようなときには、ノーティファイというのを使うみたいなんですけど、まあ、こういったものを使ってますと。で、最後に、ペリフェラルの接続を解除するディスコネクトですと。で、このあたりは、基本的に Wii の実装というのは、まあ、OS に依存する箇所があるので、まあ、とても大変なので、やっぱこれ自前で作るのちょっと大変だなというふうに思いましたと。で、まあ、いろいろちょっと調べて、その時、まあ、4月、5月ぐらいか、5月ぐらいにちょっと調べて、こんなのあんだなと思って、ちょっと試しに動かしてみましたと。で、まあ、実は、これですね、調べたライブラリちょっと古くのかったので、ちょっとあまり参考にならない可能性があるんですけど、
この左側のエイダフルーツの方は、まあ、もう実は更新だいぶ止まってて、で、まあ、試しに動かすのにいいかなと思って、一旦こいつを使ってみましたと。で、まあ、そもそも GitHub にも、じゃなくて、本家のサイト、ドキュメントサイト見たら、もうこいつデプリケートするんで、サーキット Python 使ってねって書いてあったので、まあ、ちょっとすみません、失敗しましたと。ただ、ちょっと Mac の環境で動くかどうかまでちょっと私調べられてなかったのと、ちょっと検証できないので、そのサーキット Python の方で Mac 上で動くかどうかはちょっとすみません、私分かってないです。で、あと、ちょっと読み方は確か分かってないんですけど、右側のブレイクっていう方は、まあ、基本的にその OS 間の依存をまあラップしてくれていて、まあ、操作が効果的にできるみたいな説明が書かれてたので、まあ、こちらの方がいいのかなと個人的にはちょっと思いましたと。で、まあ、ただどちらの、ライブラリーも、まあ、一応きちんとエクサンプルのコードが撤去されてたので、組み込むのはそういうとあんまり難しくないですね。本当に簡単に組み込むことができました。実際はこんな感じですね。私の方で書いたコードではあるんですが、コネクトとディスカバーとかっていうのは、これはこの時はすみません、Adafruit の方の、ライブラリーを利用したんですけども、まあ、普通に Python のコードを書くだけだったので、特にあまり難しく意識する必要はありませんでした。まあ、簡単に組み込めるんだなというのがやっぱり一番の感想でしたね。で、それらをラップした私の方の、まあ、実装で、まあ、試しに上から順番に、まあ、スキャナーでスキャンをスタートして、見つかったもののコネクトして、移動するためにムーブをして、最後ディスコネクトって、先ほどのセントラルの大きな流れの順番を説明したと思うんですけども、その通りにちょっと順番を書きまして、実際に動かして、実装してみましたと。で、動かしてみたらこんな感じですね。今の先ほどの前のコードを動かすとこんな感じになりましたと。ちょっと音は聞こえないかもしれませんが。はい。こんな感じで、問いを動かすことが実際にできました。はい。で、実際ちょっとライブラリーを使ってですね、ちょっと発生した課題がありました。で、ここまで行ったんで、よし、なんかうまくいくじゃないかというふうに思ってたんですけど、ちょっと課題が発生しました。Adafruit の方で発生した課題なんですが、先ほどの通常読み込み書き込みはあんまり問題ないんですね。でただ、セントラルが周囲にあるペリファラルを検索する際の実装で、まあ、その信号強度を保持してないので、問いを JS で実現されていることが実現できませんでしたと。で、それって何っていうところなんですが、これですね。これ問いを JS 側の実装をそのままコピーってきたんですけど、まあ、探す際に、最も近いペリフェラルを探そうと。まあ、トイオって1個だけじゃなくて複数があることを前提に、トイオ説組み込まれているので、最も近いペリフェラルを見つけようというですね、信号強度で判断をしていますと。この RSSI ってやつですね。はい。で、これAdafruit の方のライブラリーなんですけど、引数で確かに受け取ってはいるんですが、この値、使ってないんですね。引数で受け取ってるんですが、そのまま何もすることなく、処理が動いてしまっているので、インスタンス S に値持ってないので、判定ができませんでしたと。で、やっぱりAdafruit、まあ、更新も止まってるし、ちょっと難しいかなというふうにちょっと思って、じゃあもう一つのライブラリを試してみるかというふうにちょっと考えてみましたと。で、すいません。ここで訂正なんですね。5月時点ではダメだったんですが、8月時点にこのスライド作成中に試したらですね、ちょいくつかライブラリの構造が変わってまして、課題が発生しないというちょっと事象になりました。なので、ちょっとこの話、2、3スライドぐらいはすいません。発生した体ですいません。聞いてください。すいません。はい。で、じゃあどんなことが発生したかっていうと、まあこれは後々の実装とかにもちょっと、まあ、影響して考慮しなきゃいけないところになってはくるんですけども、セントラルとペリフェラルの通信って基本非同期で行われてるみたいなので、基本的に、メソッドコールした後ってウェイトしてくんないんですね。なので、すぐ処理終わってしまうんですね。で、ただ、かつ、ペリフェラルの方の、データを通知するところっていうのは、どんどんその受信したら、メソッドが動くような処理になってたので、ちょっと情報が落ちてるケースがあって、うまく動いてませんでしたと。具体的に何ってもう少し具体的に説明しますと、こんな感じですね。これは同じように、先ほどと同じように、ペリフェラルをスキャンした時のところの実装で、こっちはですね、下の方、コードを見ていただくと、
RSSI は保持しているので、問題なくお判定に使えるじゃないかと、思ったんですけど、この実装って先がちなんですね。同じ、ペリフェラル自体は UUID で一致性を担保して識別してるんですけども、要は同じ通信が何度も来る可能性があるんで、先がちになってますと。で、先に来たもののオブジェクトインスタンスが作って、まあ、それをまあディクショナリに、値持ってるんですけども、まあ、持ってましたと。で、ただ、初回の時にですね、TOYO の時だけなぜか初回の通信でネームが落ちてて、2回目にはネームが入ってるっていうちょっと事象が発生しまして、後がちの構造でこのライブラリになってれば、問題がなかったんですけど、ちょっと先がちで、情報が落ちてしまってたんで、うまくいかなかったなと思いました。で、まあ、ネームなんで、まあ、問題なく動くかなと思ったんですが、ちょっとこれ、Adafruit が使えなくて、すぐ書いて、おう、使えるじゃんと思ったんですが、ちょっと落ちてる情報があって、ちょっとこのまま続けてもいいかなと思ったんで、ちょっと迷いましたというのが現状でしたと。で、ちょっと壁にぶつかったんですね。で、いや、プルリク出してみるかってちょっと考えたんですけど、まあ、そもそもAdafruit更新止まってますし、あと、まあ、この時にデプリケートなのも、把握してませんでしたと。で、ブレーキも他の BLE だとうまく取得できているから、なんかこれ、東京キューブがなんか偶然、ネーム取り合いだけなのかも、ちょっとよくわかんないな、ちょっと挙動からわからなかったんで、まあ、ただこれそもそも不具合じゃないよな、ってちょっと頭の中で考えましたと。で、じゃあもうちょっと中を見ようと思って、まあ、車輪の再発明なんですけども、もうちょっと自分で作ってみるかっていう考えに帰結しましたと。で、まあ、ドキュメント見てみますと、まあ、両方とも PyObjectC っていうのを使ってまして、なんかこれ使えばいけんじゃねえかというふうにちょっと思いましたと。で、PyObjectC で BLE 制御してみようというところで、次のスライドのセクションに移りたいと思います。はい。じゃあここまでが、その一回 BLE のライブラリを入れてみて、動かした結果、うまくいかなかった話なんですが、PyObjectC で、じゃあ実際制御してみましょうと、考えていますと。じゃあ、そもそも PyObjectC はっていうところなんですけども、はい、PyObjectC は、MacOS 上で Python と、Objective-C を、Python じゃないですね、MacOS 上じゃないですね、Python と Objective-C の言語間のブリッジを提供してますと。で、Python から Objective-C ベースのライブラリを利用できて、まあ、逆もしかりですと。で、今回はすみません、MacOS で、制御するので、BLE 制御するので、Core Bluetooth を利用しますと。で、一応なんか大きな3点、3つの観点が、ドキュメントの先頭に書かれてまして、まあ、これ結構私も実装していくときにぶつかったので、一旦共有しようかなと思ってます。まあ、Objective-C のクラスと Python 関連付けにアンダースカーを使うところと、2フェーズで初期化するのと、インスタンセンスにアクセッサーを利用するです。で、この一番上と一番下のところは、ドキュメント読んだんですが、私引っかかりました。まあ、何をやってるかというとですね、基本的には、まず Objective-C のと Python の紐付けなんですけども、私もすみません、Objective-C そんなに詳しくないんですが、なんかどうやらメソッド呼び出しはメッセージ送信という形で行われているらしく、内部構造では。で、まあ、セレクターというものを、まあ、要渡して対応するメソッドが動くような挙動になっているらしいです。で、なんか、透過的にアクセスをするために、Python のメソッド名は、このセレクターのコロの部分をアンダースコアに置き換えて定義しますと。まあ、そうすると、まあ、Objective-C 側からのコールが、これの名前ルールに則った Python のメソッドが動くような仕掛けになっています。まあ、これ逆もしかりですね。で、ただですね、この仕組みちょっとだいぶ強力でして、副作用がありましてですね、メソッド名にアンダースコアと引数の数があってないとエラーで起動しませんと。でしかも、かつ、エラーが何も、すごく少ない、情報しかないので、基本的に NS オブジェクト、なかなかちょっと難しかったですと。で、例えばなんですけども、まあ、NS オブジェクトに、まあ、を継承したクラスに、Light Underscore Value っていうメソッドを追加したら、Bad Prototype Error になりましたと。最初なんでだったろうなと思って、別に、いまいち原因がわかんないなと思ったんですけど、そういうことかっていうと、こうですね、そもそもルールに合ってなかったので、落ちましたと。で、私の先ほどの、ライトバリューっていうのは、あくまで Python 上の実装で、特にObjective-C 側のコードを何も呼び出したりしてなかったんですけど、これ全部に影響してしまうので、こういう名前ですね。ライトバリューアンダースコアにならないと、基本的にはエラーになってしまいます。で、ただそれと大変なので、まあ、デコレーターを使いましょうっていうのが、コメントに書かれていました。Python メソッドでデコレーターを使えば、Python メソッドとして扱われてブリッジされません。
2フェーズで初期化する。ね、これはまあそんなに難しくないですね。ただ、初期化の仕方、その作ったクラスの初期化の仕方は、なんか書き方のお作法があるみたいなので、これはすみません、ドキュメントをそのままコピーしてきたサンプルの書き方なんですけども、こういった形で初期化をします。ただ、だんだんのイニットはないので、そこだけ気をつけていただければと思います。で、まあ、アロックでメソッドで、割り当てをして、その後、イニットメソッドで初期化をするというような形になっています。で、イニシャライザーは、まあ、さっき言った、引数なしの場合、イニットで、まあ、引数ありのイニシャライザーについては、まあ、先ほど同じですね、アンダースコアのルールにのっとって、初期化する必要がありますよと。で、なんか、オブジェクト C のなんか習慣的には、イニットビズで、引数がであれば、イニットビズで始めるらしいです。ちょっとすいません。きちんとしたドキュメントまで見つけられませんでした。まあ、なので、先ほどのサンプルだと、アザーバリエブルっていう引数があるので、イニットビズ、アザーバリエブル、アンダースコアというメソッドを定義する必要がありますよと。はい。で、これは私が一番引っかかった。もうですね、ちょっと慣れなかった、なかなか、ドキュメントの説、サイトにも書かれてるんですけど、結構慣れない実装があるんですが、慣れてくださいって書かれてたんですけども、あと、インスタンス変数には、アクセサーを利用しますと。で、これ、上の方は、Objective-C のコードが、ドキュメント書かれてたんで、まあ、これをじゃあ、Python 側で実装しようと思って書いたときにですね、この赤枠のところなんですけど、characteristic.value ってあるんですね。でこれ、まあ、インスタンス変数参照してるんで、おお、じゃあこのまま書けばいいんだと思って書いたら、うまく動きませんでしたと。で、これ、インスタンス変数にアクセスにアクセッサーじゃないといけないんで、ドット value ではなくて、ドット value メソッドでアクセスしないとうまく動きませんと。で、値をセットするには、右側に書いてますが、セット value アンダースコアにしないとダメでしたと。はい。で、あと、Core Bluetooth をやんでいくとですね、プロトコルという、Objective-C の概念が出てきますと。まあ、これ、ざっくり言うと、ですね、プロトコルに準拠したオブジェクトは基本プロトコルを定めたメソッドを、まあ、実装しなければならないと。要するに、インターフェースだけ定めて、中身は実装してねっていうふうな形になっているんですけど、まあ、近しい考えとしては、まあ、Python では、まあ、中小規定クラスかなと。まあ、Java とかとインターフェースだって表現があったりしますけど。で、Core Bluetooth は、まあ、のオブジェクトは、まあ、基本的にデリゲートの実装で、プロトコルが定義されているので、まあ、基本それに則って、先ほどのメソッド名ですね。を実装しなきゃいけませんというのがありますよ。で、ちょっとプレイバックなんですけど、まあ、先ほど言った課題として当初メソッドですね。でこれ RSSI、なんか受け取ってなんで使ってないんだと。まあ、なんか使わないと受け取らなきゃいいじゃんという、この頃の私は思ったんですが、先ほどのルールがあるので、引数を受け取らなきゃいけないし、名前も変えられないしっていう形だったので、ああ、そういうことで、これ、使ってないけど受け取ってたんだなというふうにちょっと理解をしました。で、Core Bluetooth を制御するです。はい。実際ですね、Apple のドキュメントを見ればですね、基本的には、問題なく動きます。Core Bluetooth プログラミングガイドに基本的な流れが書かれていて、なんかその通りに Python に置き換えたらうまく動きました。で、基本的に先ほど言った、今回セントラル側の実装だけなので、まあ、パフォーミングコモンセントラルロールタスクを呼べば良さそうかなというふうに思っています。はい。で、初期化。で、ちょっと1点だけですね。ちょっとこれもちょっと課題が出て、最終的にちょっとすいません。細かい課題まで解決できなかったんですけども、ちょっとこれで動きましたっていうご説明になります。ちょっと本当は良くないんですけども。Apple のドキュメントを見ると、このセントラルマネ、CB セントラルマネージャーの初期化の時に、ディスパッチキューはノンを押して、前はニルですね、を指定すれば、メインのディスパッチキュー使えるよって書いてあったので、まあ、それで指定したんですけど、それで指定すると、今度はプロトコルが動きませんでした。いや、プロトコルの実装ですね、の通知が行われませんでした。で、まあ、いろいろ調べて、なんかディスパッチキューをじゃあ、なんか、向こうが勝手に作ってくれるんじゃなくて、じゃあディスパッチキューを使ってみようということで使えば動きましたと。ただですね、私、ちょっとこれ他の実装でいろいろ試した中では、動くケースもあったので、ちょっとこのあたり、すいません。Mac 側の挙動を踏まえて、ちょっと、整理ができなかったんですけど、一旦これですいません、動きましたっていうのだけ共有させていただきたいと思います。はい。で、あとは、ほとんどあれですね、Apple のドキュメントで書かれているものをそのまま書いていただければなと思っています。ペリフェラルの発見は、まあ、このですね、Scan for Peripheral with Service Options を使えば、大丈夫ですし、一点だけ注意点があるんですけども、これすみません、今回説明用に、すっきり書いてますが、非同期で通信されるので、ウェイトしないと、すぐ処理が終わっちゃいますと。
なので、こちら側の、デリゲートの処理が動いている間に処理が終わっちゃうと、うまく動かないので、ウェイトさせる処理が本来は必要です。で今回はすみません、説明用に入れてないです。で接続とはこんな感じですね。まあ、これも本当にアップルのドキュメントに書かれている通りに書いていただければ問題なく動くような感じでありましたと。はい、ベリフェン接続ですね。で、次はサービス特性の発見ですね。はい、これも同じような形です。はい、そうですね。まあ、基本的に書かれている通りに書けば問題なく動きましたっていうようなところであります。で特性の値の読み取り書き込みですね。これも、はい、すみません、同じような発言なんですけど、まあ、同じように書かれて、書いていただければ問題なく動きましたというところでございます。で、まあ、書き込みのところだけですね。ちょっとベタ書きですもんゼロって書いてしまったんですが、これApple のドキュメントも書いてるんですけど、書き込んだ時の成功通知するかしないかっていうのを、引数で制御してますので、まあ、今回は、まあ、成功通知してほしかったので、ゼロを書き込んでおります。なんか、はい。で、おまけですね。で、先ほどのドキュメント見れば大体書いてありますよとお伝えしたんですが、ディスコネクトの説明だけありませんでしたと。で、Objective-C の API ドキュメント見ると、まあ、解除をこれを呼び出すのかなっていうふうに思っていて、あとそれを踏まえるとデリゲートはこれっぽいなというふうにも、Apple のドキュメント、Core Bluetooth のドキュメント見るとこんな感じでしたと。なので、まあ、一旦実装してみたのが、こんな感じですね。はい。まあ、同じように書けば、基本的に、ディスコネクト。まあ、トイオの場合、接続解除されると音が鳴るので、まあ、先ほどの動画でもありましたという、処理が終わると、ペコペコボンって音が鳴るので、まあ、接続の解除はうまくいっているのかなというふうに思っています。はい。では、まとめです。はい。まあ、バイナリーデータを使うにはソラクトパッケージを使えば、Python 側のソラクトパッケージを使えば問題なくできましたと。で、きちんとバイトオーダーのとか、サイズの指定は、まあ、書式文字列を用いていただければ制御できますので、まあ、それを使えばいいかなと思ってます。あと、まあ、私以外は失敗しないかもしれませんが、はい、バイナリーデータの読み書ききちんと、バイトライクなオブジェクトを使ってくださいと。あと、BA のライブラリについては、逆にやっぱライブラリ導入すれば簡単にできるかなと。まあ、先ほど言ったその、同期非同期の制御があるので、結構大変、まあ、結構コード書かなきゃいけないんですけども、まあ、結構ライブラリがやっぱりそのあたりを隠してくれますし、先ほどのその、まあ、Objective-C をコールするための、実装依存のところも、隠蔽してくれているので、まあ、基本的に簡単に使うにはライブラリを使った方がいいなというふうに思いましたと。で、ただ、じゃあ PyObject-C を使うときってどういうときあるのというと、やっぱり先ほどのその、基本的には、プロトコルで定義したのってインターフェースしかないので、まあ、それ以外のそのインターフェースの中身の実装を変えたいときだったりとか、そういうときには使った方がいいのかなというふうに思っています。で、まあ、ただですね、ブリッジする必要がないメソッドはデコレーターつけた方がいいです。はい、無駄なことを考えない方がいいと思うので、はい、対象にした方がいいなというふうに思っています。はい、あと、メインのディスパッチキーが動かなかったので、ちょっと今回は個別に強制すれば動作可能でした。ちょっと、残部分もあるんですが、ちょっとこんな感じですと。今後に向けてなんですけど、まあ、やはり、PyObject-C 用自作のコードを書き換えようかなというふうに思ってます。あと、Toyo の、ペリフェルのバージョンが 2.0 から 2.1 に上がってしまったので、はい、その対応もしたいなと思ってます。あと、Windows 対応ですね。一昨日一度 Windows マシンを手に入れたので、ちょっと、ようやく Windows でも検証できるなと思っているので、はい、やってみようかなと思ってます。で、もう、最初に、まあ、対応した内容は、まあ、今、ブログにだいぶ前に更新してたんですけど、一旦止まってるんで、このあたりを、やろうかなというふうに思っています。で、実際やってよかったっていうのは、やっぱりこういうことですね。やっぱり物が動くって楽しいなと思うことと、あとすみません、私仕事では、まあ、ウェブアプリ系の、ウェブアプリケーション開発しかやってなかったので、まあ、バイトオーダースオーダーをソースなど、まあ、普段の仕事では関わってなかったのは、まあ、新鮮だったなというふうに思ってます。あと、まあ、車輪の再発明ではあったんですけども、まあ、JavaScript のコードを Python に置き換えることで、あれこれどうするんだっけって考えたら、結構私 Python はやっぱ知らないこと、知らない文法とか多いなってちょっと気づいたところがありました。まあ、ちょっと不勉強だったので、もっと他の皆さんのより勉強して Python 基地の使えるようにしたいなというふうに思いました。はい。では、皆さんも PLE でロボット用を制御してみましょう。まあ、こういったものが、まあ、STEAM 教育の教育のコンテンツの一応となればと思っています。はい。では皆さんご清聴ありがとうございました。以上となります。は
はい、ありがとうございました。ちょっと20分になってぴったしになりましたので、質疑応答につきましたら割愛させていただきたいと思います。質問がある方につきましては、交流用のフェロースラックがありますので、そちらの方に入っていただいて、3番の、チャンネルがありますので、そちらの方で質問など投げていただければ、スピーカーさん、もしかしたら返事いただけるかもしれません。はい、ではもう一度、盛大な拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。